はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、今回は何に関してね、えー、言及させていただきたいかというと、ですねあのー、今、問題となっている件があって、ぜひとも視聴者の方から言及してくださいとい,ういただきましたので、今回、言及させていただきたいと思います。えー、これは何かというと、いわゆる今、LINE ね、LINE が、まあ、中国の企業に委託して、中国の企業の関係者が、えー、日本のその個人情報をね、 えー、見ることができる、えー、ということで、えー、これがかなり問題になってます。えー、ぜひともこの件に関して言及してくださいという形でいただきました。別チャンネルでは、す、ま、で、あ、に発信させていただいてるんですけど、こちらでもね、えー、発信させていただきたいと思います。えー、LINE ということで、えっ、ー、と、まずね、LINE に関してっていうのはね、もともとその、えー、韓国の会社ですよね。で、 え、そこから、まあ、しばらくずっとね、その、当初日本に入ってきた時からなんかみんな LINE がっていう風にね、まあ、広めてってた人がいたわけだけど、あの、まあ、やっぱりそのデータがね、えー、その、いろいろと個人情報が抜かれてるっていうことは前から言われてたことなんで、えー、これに関しては私には LINE をやったことがないですね。よく誘われたりするんだけど、で、今回、ま、このような形で結局は日本の企業じゃなくてね、中国の企業に委託して、 えそれで情報が足り流しになっていた、これはやっぱり大問題だし、えー、このね、いろんな国の機関とか、行政機関ね、ね地方の行政機関なども LINE を使ってっていうのが結構あってですね、えー、そこで、まあ、その情報がね、そこから流れていたっていうのもね、これはあると思うんです。えー、それはやっぱりかなり問題であって、まず観光庁とかね、あと国の機関、えー、あとは地方の行政機関が、 LINE を使ってやったりとか、もしくは学校の連絡網で LINE を使ったりするっていうことがね、やはりかなり問題なのかなって感じはします、えー、そこで、まあ、いわゆる LINE はね、まあ、開発の速度を上げるために中国の子会社に一部の産業を委託していたということなんだけど、えー、今、まあ、いわゆるこの日本と中国の関係はまあ両方ではないですよね、でそこで、えー、この、ね、世界においてはね、まあ、私自身は今まで93カ国行ってきました。 えー、その中で、えー、数多くの国々に行き、いわゆる諜報活動、諜報員、スパイというのがね、えー、数多くそういった現場を見てきました。諜、えー、報活動に従事する諜、えー、報員、日本にはスパイ天国と言われてますけど、えー、例えば北朝鮮の拉致問題に関してもそうなんだけどね、北朝鮮の拉致は、北朝鮮のね、あの土台人と言われてるスパイがやったのもね、う、え、ち、ー、から手引きしたのも事実だし。 まあ他にも考えるとスパイ、え数多く、えー、います北、南、えーね、中国、ロシア、そしてアメリカの CIA も入っています、他にもイスラムの過激、えー、派の、えー、構成員も日本の中に、ね、紛れ込んでいるのも事実であって、まあ、そういったところを見ていくと、ね、常にやっぱりその情報というのは、えー、出回ってね、えーまあ、自分の場合結構情報は出してますけど、えー、その情報収集されて データが保管されているわけですねなのでそういったところを考えると非常に怖いものであるんだけどこの日本においてね日本人っていうのはヘアぼけした人が多いですからそういったところが少し無頓着なのかなって感じはしますなのでねこれに関しては一応 LINE 側としては中国での開発を終了ということで保管データ日本へ完全移行と言ってるんだけどまずそもそもがねあの不安に感じるところが多いわけですよね。 LINE の,のやってる人たちが1億世界で1億8600万人いるみたいなんだけどそのうちの8600万人ほどが日本人らしいですでじゃあ、韓国の企業だから韓国,韓国でまあやってるとしてじゃあ,あと5000万ぐらいが他の国全世界でなったらやってる人って非常に少ないし一番多いのは日本なんだなっと、ねえー、感じますよねなのでそこらに関してはねまず公的機関はもうや,めるやめてるところもあるし あのー、しっかりとやっぱりそこのところ、個人情報の観点からね、外国の企業に委託するって、これ、例えば年金問題でもあったのかな、そういったところ、通して、そこのある日本の企業だと思って通したら、違うところに委託されてるとかね、あるので、こういったところはやっぱりしっかりと、えー、調べていく、これはやっぱり日本のね、政府、そして行政機関がしっかりとしないといけないことなのかなというふうに思いました。 ということで、今回、えー、気になる、えー、問題ということで、今、LINE がね、いわゆるその個人情報、日本人の個人情報が、えー、中国に流れていたという件に関して、えー、ぜひ言及してくださいということでね、いただきましたので、えー、今回ね、えー、発信させていただきました。とにかく、この個人情報に関してはね、十分やっぱり注意してくださいと言うしか言わうがないし、我々も簡単に個人情報をね、出しちゃやっぱダメなんだなと思うから、そこら辺に関してはしっかりと SNS いろんな SNS あるけど、出してきて、自分はいやもちろん自分が自らね出したいならいいんだけど、そうじゃないんだったら、あまりそういう信用できない SNS、最近よく流行ってきてるやつあるじゃないですか、これから出てきてるやつとかね、そういうのはやっぱりあの考えていくべきじゃないのかなって感じはします。本来であればね SN、SNS っていうのは、アメリカ系も多いんだけど、日本の企業が本当はもっともっとだって、昔ミクシーだっ,ったけどね。で、日本の企業が日本自身でやっていくのが、 一番いいんだけどね、えー、そこら辺が、えー、ぜひ心ある人は、ね、やっていただきたいかなって感じがします。ということで、えー、今回、えー、気になる問題ということで質問いただきましたので改正させていただきました。